お電話ありがとうございます。はい、並ぶは300円。お願いしょうもさせおべんに出身でございますが、どろことでがしょうもえろいらかきにも。Fight me, she don't be shot. Fight me, she.
本日は父の告別式にわざわざご足労いただき誠にありがとうございます。劇団健康の爆裂シアター青春残酷編、これからは私と兄で力を合わせて母を助けていきたいと思ってます。作ケラリーノ・サンドロビッチ、出演劇団健康、お兄ちゃん、妹。連続ラジオドラマ和風とんかつの作り方。豚肉は包丁の先端を使って2、3箇所筋切りをする。うわっ、豚肉の両面に塩少々と粉山椒を振り、小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣をつける。うわっ、これをそのまま冷蔵庫に10分ほど寝かせて衣をなじませる。うわっ、キャベツ、あーっ、人参、人参はそれぞれ千切りしよう。あーっ、あーっ、冷水に離してパリッとさせ、あーっ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 。トミー、おー、トミー、貝割れ大根は根元を切り落とすのを忘れずに、ウスターソースに醤油を加え、よく混ぜる、トミー。さて、次回の和風とんかつの作り方は、揚げ油は180度に熱してちょうだい。ゆっくりと時間をかけて、ゆっくりと時間をかけて、きつね色になるまで、きつね色になるまで。いけねえ、キャベツと人参の水気を切るのを忘れちまった。次回の和風とんかつの作り方ご期待ください。兄弟でしっかりお袋を助けていかなきゃな。うん、お兄ちゃん、妹。あ、誰か来たわ。いやこの度はご愁傷ご愁傷。ドゥアッドゥアッ。本日はお忙しいところをわざわざご足労いただき恐縮です。いや、まあ、固いこと言わないで。いや、固いのはチンコだけな。ちょっと、いや、そんでね、香典なんだけど、香典でなっちゃった。いや、ちゅうのも脳がないと思ってさ、いや、考えた挙句、持ってきたのがこれ。はいよ。何ですかこれ。いや、乾燥芋1年分。いいでしょ、いいな、こういうの嫌いじゃない。ドゥアドゥアドゥア。いや、硬いな、チンポだけでいい。なんだいあれ。また誰か来たわ。どうも、こんばんは。こんばんは。本日はお忙しい中をわざわざご足労。遺族の皆さんの悲しみは計り知れないものがあると思います。痛み入ります。それじゃ歌います。今日の1曲目、死なないで父さん。父さんが死んで僕たち兄弟は二人ぼっち。これからどうなるの。僕たちどうなるの。死なないで父さん。切なくて父さん。2番啓蒙亭花丸。ダバダーダバダバダバダダバダダダダバダバダバダ。オッケー、見事ね。はい、次ね、せーの。ダダバダバダバダダバダダ。オッケー、オッケー。じゃあ私バスを入れるわね。はい、よしぼうとさだやこさんもお願いね。はい、母さん。ダバダダバダバダバダダバダダダダバダバダバダダダバダバダバダダバダダ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 
ダバ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 そうでもない5時間ごめんね遅くなってううん5時間待っただけこんなに雨に濡れちゃってううんそうでもないハゲでも雨に濡れるのねえハゲって雨弾くのかと思ったそうでもないよじゃあ一緒にハゲの歌歌おっかせーの光る海光る大空どうしたの一緒に歌おううんせーの光る海光る大空光るだいたまったのね。入らった。光る海、光る大空。朝だ光のそよぐ中、呼ぶよラジオが朗らかに。朝日を浴びて爽やかに手足のびのび体操すればあなたも笑顔私も笑顔若い力がよみがえる軍勢パンティストキンヤン皆さんおはようございますラジオ体操の時間です今日はハードコアパンクバンドタンツモのギグで盛り上がるライブハウス荻窪ワッツからお送りいたしますではラジオ体操第2よーい首を上に伸ばして塀の向こうを覗く運動